でですね、岩田淳大学で一緒に勉強してまいりましょうよろしくお願いしますこんばんは岩田淳ですえ今日取り上げてみたいニュースはこちらです英国に衝撃オックスフォード大の学生がエリザベス女王の肖像を撤去ということでこれですね AFP とニュースウィークでですね取り上げてましたまずニュースウィークのことちょっと読んでみたいと思いますえオックスフォード大学っていったらこれもう名門大学ですよねえー 大学院生の自治組織が植民地主義の象徴として肖像写真の取り外しを決定、大学に怒りのメッセージが殺到する騒ぎに、というふうに書かれています。SNS 上では、 差別的な言動をした人物を排除するキャンセルカルチャー旋風が吹き荒れているが、なんとイギリスの最高学府でエリザベス女王が排除の対象となり大騒ぎになっている。まあキャンセルカルチャーってこれアメリカで激しいですよね。えー、なんかコロンブスの銅像とかですね。もっと言うとあの南軍をね、率いてたリー将軍のね。南軍のリー将軍っていうのはね、南,南部ではこれ英雄なんですよ、本当に。で、 まあね、言ってみるならばね、日本で言うならば、これ、西郷隆盛に近いですよね。西南戦争で、えー、この敵の大将。で、あの、皆さんご存知、あの、抜刀隊という歌ありますでしょえー、シャルルルルという人がね、えー、作ったあ、日本で初めての、えー、行進曲なんですかね、あれね。で、えー、これ、あの、ダーンタンタダンタタダターンっていうね、あれの歌の中でも、 敵の対象をたる者は古今無双の英雄でというふうに、英雄だというふうに叩いてるんですよね。これは西郷隆盛のことですよ。要するに、西南戦争をやって相手のことはこの戦いはしたけれども、やっぱり、 敵の大将たるものは、ここ無双の英雄なんですよね。で、その当時、陸軍の大将っていうのは西郷隆盛ですからね。だからまあ、そういう意味でおいてはですね、あの、西郷隆盛っていうものは、今でも尊敬されてる方多いでしょ。鹿児島に行ってね、皆さんねえ、聞いてみてくださいよ。鹿児島でね、あの、尊敬する人物誰ですかって言った時にね、ほとんどの人西郷さん好きですよって言うけれども、 大久保が好きだっていう人はね、ほとんどいない。これはね、面白い現象だと思いますよ。大久保も西郷も共に明治日本を作って、で、その日本のですね、いろんなものを作ろうとした人で、私は両方とも立派だったと思うんだけれども、でもやっぱりね、この人情にかけるというか、当てかみがないということは大久保はダメだという人で、やっぱり西郷隆盛の方が圧倒的な人気がある。で、西郷隆盛はですね、このもう、 最後、白山で、えー、亡くなるわけですけれども、そこにもいろんなものあ,ありますよ。で、最後高森の銅像もあります。で、これをね、最後高森は、なんか、な,なんやはやと言ってですね、えー、これ理由をつけてね、これを、おやあのー、 潰せなんて、撤去しろなんていう話にしたらね、もう鹿児島の人みんな怒りますよね。上野にも、最後高森のあ、ありますよね、どうぞね、上野公園に。あれを撤去するなんてこと、怒るでしょ。それと同じぐらいね、李将軍というのは、まあ、このなんか人気があるわけですけれども、それをね、撤去するとか、まあ、そういったことが吹き荒れてるわけです。でこう、こういった馬鹿げたことが吹き荒れてるんですけど、これは私は、あえて言いますけどね、馬鹿げたことなんですよ。なぜかって言ったらね、時代が違いますから、それは価値観というのはですね、若干、というか、 あの、変わっていくわけですね。で、えー、例えばですね、人間は平等だという、今当たり前だというふうに思っている価値観だって、えー、その当時、いろんな時代によってはですね、全然違うわけですよ。 例えば、今ですね、人間はみんな平等だと思ってますから、あの、例えば天皇陛下のね、車がこう、車通ったとしたらね、あ、素晴らしいとかって思うかもしれないけど、いきなりそこでね、土下座してね、道端でね、なんかね、あこの,の、する人っていないでしょでも、その、なんていうのかな、大名行列ってね、江戸時代にあったらですね、どうその土下座してなくちゃいけなかったわけですよね、町民はね。で、それ、それをね、 じゃあ、殿様の階級に生まれていたということでね、殿様だから、あの、無知な農民をね、土下座させてた罪でね、これキャンセルカルチャーだとか,なんか言ってですね、ぶっ壊すって言ったら、世の中の殿様の銅像全部なくなるわけですよね。で、もっと言ったらですね、あの、宗教的理由によってね、他人を殺してはいけないと。それは当たり前ですけど、今のね、中で。 だけど、それをね、昔のことにまでね、当てはめていくんならばですね、あの、延暦寺を焼き打ちしたですね、平山の延暦寺を焼き打ちした、あの、織田信長は消しからんということで、岐阜のね、駅に行くと、金キ,キラ金の、あの、織田信長の、あるじゃないですか、銅像なのか金像っていうのかよくわかりませんけど、あれもね、撤去しなくちゃいけないということになって。で、もっと言うとですね、哲学の本だってそうですよ。例えば、ヘーゲルの本を読んでも見ても、モンテスキューの本を読んでみてもですね、もっと古く言えば、 アリストテレスの本を読んでみてもですね、すごい差別すぎていくようなことがいっぱい書いてあるわけですよ。ということはね、この人たちの銅像も掲げちゃならんということになるし、銅像を掲げちゃならんだけじゃなくて、もっとね、踏み込んでいくならば、アリストテレスの本を置いてあること自体が消しからんとかってなってくる。これは反地性主義の極みになってくるわけですよね。だから私はね、こういうふ、ね、に時代がね、違ってると、今の時代の価値観で、今の時代の人のことをね、なんか言うのはわかるけれども、どの、 何て言うのかな時と時代が違うね時のね、にあったですね。しかもその当時一般的とされていたような感覚をですね、持っていたことを持ってですね、断罪するというのはね、これやりすぎだろうというふうに思います。で、まあ、こういう意味で私はキャンセルカルチャーってはバカげたものだというふうに思ってるんですが、で、イギリスの、じゃあどういうことか。えきっかけはオックスフォード大学の数あるカレッジの一つ、えー マグダレンカレッジの一室に掲げてあった女王の肖像写真が取り外されたこと。外したのはですね、同カレッジ大学院生の自治会だと。英王室の植民地主義的な体質を理由に、院生たちが集う談話室に掲げられていた写真を外すことにしたという。一部の学生にとって、女王と英王室の肖像は近年の植民地主義的な歴史を象徴するものである。 えー、ガーディアン氏が引用した自治会の声明にはそう説明してる。デイリーメール氏によると、自治会の今の委員長は、メリーランド出,出身のアメリカ人院生、マシュー・カッツマンという方だそうですね。で、この方、アメリカでなんかまあキャンセルカルチャーって見てたからね、その影響を受けたのかもわかりません。女王の肖像が外されたことについては、多くのイギリス人がショックを受け、騒ぎは政界にまで飛び火した。 ね。多くのイギリス。でも私健全だと思いますね。女王陛下の肖像画が外された。何をやってるんだと。とんでもないと。やっぱイギリス人っていうのは、まあ、良識があると思いますが。で、このギャビン・ウィリアムソン、え、教育省はですね、まあ、日本で言うと文科大臣ですかね。陰性たちの決定にツイッターでこう噛みついた。オックスフォードの学生たちが女王の写真を外すのは愚かな行為としか言いようがない。女王は寛容の精神の象徴なのにと。 ということす。さらに、えー、ウィリアムズ・オンは、エリザベス女王は国家元首であり、我が国の最善の価値の象徴だと述べ、彼女は長きにわたる知性に、寛容の精神、多様性の尊重、他者への敬意という我が国の価値観を身を粉にして広めてきた、と女王の偉大さを称えたということですね。もまあ、ね、やっぱりさすが、あの、イギリスの文部大臣立派じゃないですか。こういうことをおっしゃってたよ。 え一方、カッツマンは、カッツマンというのは、この大学院生の方です。は、えー、この取材に対してですね、我々は女王や王室のメンバーに対して何らかの立場を示したわけではないと語った。えただ、談話室を院生たちが誰でも抵抗なく利用できる中立的な場にしたかっただけだという。談話室がどのような場であるうべきかについて話し合い、文化的・社会的な背景や思想・信条に関わらず、誰でも気軽に立ち寄れる中立的な場にしていこうということになった。 さらにカッツマンはこうも語る。ロイヤルファミリーの肖像は、カレッジ内の多くの場所に飾られているのだから、我々の談話室に掲げるまでもないとみんなで決めた。自治会の考えは、えー、マグダレンカレッジの考えではないし、我々は室内装飾について投票で決めただけで、女王に対して何らかの見解を表明したわけではない。女王や王室には何の立場も取ってない。肖像写真はもっとふさわしい場所に掲げるべきだと考えただけだ。 外した肖像写真は新たに飾る場所が決まるまで大切に保管するとガッツマを付け加えた。ということはですね、この人も、まあ、そこの場にね、なんか政治的な配慮ということ、まあそこまで私も、あの、する必要があるのかっていうの思いますけど、でも、その、なんていうのかな、急進的にね、こんなものあっては消しからんと、エリザベス女王の写真なんかあってはならんと言って、それをね、撤去してどっかやっちゃったと言うんじゃなくて、大切、次の場所にやるまで大切に保管してるっていうんだから、まあ、そんなにこの人もね、あの、おかしな人じゃないんだな、というのはわかりますね。 で、俺しもイギリスでは今、学問の場における言論の自由を保障する政策が推進されている。教授陣や学生、外部の講演者が大学当局に忖度して、自由活発な議論ができなくなることがないよう、A 政府は大学当局の言論規制を禁じる法整備を進めているとガーディアンが報じている。この流れで言えば、自治会の決定は尊重すべしと論じる政府関係者が出てきてもおかしくない。 実際、ロバート・ジェンリック、住宅、地域、社会、地方自治省は、これは政治家が口を挟むべき問題ではないとの考えを示した。学生の自治組織が決めたことで、私はそこに首を突っ込む気はないと。あくまで学生たちの問題だ。私自身は執務室に女王の肖像を掲げており、それを誇りに思っているがね、とも伝えたということなんですね。で、まあ、最近ですね、バッキンガム宮殿にはですね、えー、白人しか雇わなかったというですね、差別的な人事があった1968年まで。 あった。ということが分かったと。と、まあ、いうことがこれでも問題になっているということなんですが、まあこれもね、1968年までの話ですけれども、世界中で人種差別が吹き荒れていたわけですね。で、当時、あの、えー、もう思い返していただきたいのはですね、もっとね、日本の提案について考えていただきたいと思いますけれどもね、あの、日本は、 第一次世界大戦が終わった後のですね、国連を作るときにですね、えー、この国際連盟にはですね、人種差別撤廃というのを入れろというふうに主張して、それをね、ふざけた意見だと言って否定したのがね、えー、このアングロサクソン社会じゃないですかで。特にね、オーストラリアの反対がひどかったんですよ。で、こういう、こういったね、こ,ううことを踏まえてみるならば、別にね、 人種差別っていうのがあったのはですね、エリザベス女王一人の問題ではなくて、当時のね、その、この、このいわゆるですね、アングロサクソンというか、白人たちにはですね、共有されてた部分が結構あるわけですよね。で、そういったものをね、棚に上げて、自分たちは知りませんよ、ということにしてね、やるのもおかしいし、じゃあアメリカ人は人種差別しなかったんですかっていうのを取り返してみたらいいですよ。 なんですかね、えー、このサンフランシスコで、えー、児童の問題をね、あの隔離しろとかですね、えー、日本に配日移民法とかですね、作ってね、えー、日本のことをこう排除したあ歴史があるわけですよね。で、これは間違いなく明確にですね、差別意識に基づくものでした。で、カリフォルニアを白いままにとかね、きえー、あのキープホワイトとかね、えー、いうのを選挙の公約ですよ。要するに、あこの,ああのアジアのね、日本人が入ってくると白いアメリカじゃなくなるというような主張してたわけですよ。で、それはだから、 日本人は怒ったわけです人種差別から読み解く大統領戦争という私本書きましたけれども、それはね、やっぱりその、明確に、その、なんていうのかな、その時代の中にあった人種差別っていうものに日本人は、まあ、相当怒りを感じていたということです。で、それは逆に言ったらですね、彼らは、 空気のようにそれを当たり前のようなものだと感じていた。そういう時代の風潮だった。我々はね、それをね、起こることはできますよ。ただしね、それをもってですね、じゃあその、あこの、なんていうのかな、その時代のね、えー、その偉人とされる人たちを全部排除しろというか、そんなこと言ったらおかしいでしょう。だから,だから差別意識持ってた。まあ、それはそれ。 だけれども、その、まあ、偉大な業績があったという、そこはそこで。で我々は、その差別の部分は認めないにしてもですね、その人の存在そのものを全部否定するっていうわけにはならないわけですよね。だからもう、イギリスの、この、王室の問題も全くその通りだろうというふうに思ってます。で、これについてですね、学長もですね、なんこんなことを言ってます。この、カレッジの学長なんですけれども、肖像外しを決めたのは、大学院生の自治組織であって、カレッジを代表する組織ではないと。 自治会は何年か前、確か2013年に女王の肖像写真を購入し談話室に飾った。が、最近になって外すことにした。飾ると決めたのも自治会なら、外したのも自治会だ。と指摘。で、このカレッジ全体では、言論と政治的な議論の自由、及び学生たちの自治権を断固として支持するというふうにおっしゃったということですね。 で、私はこのイギリスのですね、今回の騒ぎを見ていて、最初ね、まあ、まあ、またイギリスもこんなの始まったのかと思って見てたんだけど、ニュース今よく読んでみるとですね、え、こう。 どちらもお、エリザベス女王に対して敬意表してるわけですよね。外すと言った側も、そのなんかもう許せないからやってやったんだ。何をやるんだよ、この野郎という姿勢ではなくて、いや、これはなんかあ、そこの場にはふさわしくないかなと思った。いや、私は別に置いといていいと思うんだけれども、だけどまあそういう意見があってもいいですよ。で、そこの場にやるとこだけど、じゃあそれ捨てちゃえとかね、そういうこと言ってるわけじゃなくて、こんなものを全部燃やしてしまえとかね、そういうこと言ってるわけじゃないっていことで、イギリス人はまあ、そういうことだったのかなという気がしました。で、一方ですね、私 私が比較してみたいのは日本ですよ、これ。日本のね、えー、これは何してましたでしょうかね。日本の、皆さん、あの、ご記憶あると思いますけど、愛知トリエンナーレというのがあって、で、この愛知トリエンナーレでね、問題になったのは、慰安婦の像がね、あの、置いてあったからだとかなんかいうね、報道を朝日新聞をはじめとしてですね、ところでやってましたけど、そうじゃないですよね。 多くの人たち、日本国民が、あこれ、衝撃を受けたのは、まさに衝撃を受けたのはですね、天皇陛下の顔写真が燃やされて、このなんか、踏まれるっていうですね、そういうものが芸術作品として、しかも公共の場に展示されて、税金まで投入されて、それをみんなに見せつけてるということに対してですね、まあ、びっくりしたし、怒りを感じたという人が多かったというふうに私は思います。 でえ、これに関してですね、私申し上げておきますと、えー、よくですね、じゃあお前あの作品を見たのかというようなね、批判がありますで。私は見たくもなかったんだけれども、でも見ないとですね、絶対そういうね、なんか、それは誤解してるとかね、なんかいろんなこと言われるから、誤解ではないということでですね、まあ、あの、ちゃんと見に行きましたよ。桃島だったかな。えっ、ー、と、広島トリエンナーレをやるっていうプレイベントっていうのがありましてね。で、そこまで行って、で、実際に愛知トリエンナーレで、この使われていたっていうね、ものを見てきましたけどね。 結構露骨に政治的なものはありましたよ。憲法9条を守りましょうみたいなね。9条をなんかやたら,ら来産してたりですね。それからですね。 でなんか、とにかくね、天皇を、えー、陛下をですね、否定するようなものが多かったというのが印象的でした。で、えー、とりわけですね、一番やっぱり象徴的なのは、あの、ええですよね。天皇陛下の、ええー、顔写真をですね、燃やして、昭和天皇でしたけれども、顔、えー、写真を燃やして、それを組みつける,つけるというの。う私、最後まで見ましたよあれ本当、あの、怒りましたよ、やっぱ。で、これをね、 も燃やしてるのはね、これはなんか、えー、異例の意味だともう。わけわからないこと言ってるけど、誰もね、そんな意味では取らないですよね、それをね。で、あの、それをね、見てね、私はね、こんなことはね、表現の自由の名のもとに許されるって、日本ってね、どれだけね、おかしな国なんだと、ああいうふうに、えー、思いました。で、まあ、これですね、百歩譲って、あの、表現の自由っていうことであるならばね、ご自宅でね、そういうこと集まって、仲間内でね、そういうことされてるというのであるならばね、 すごい怪しい人で、私は仲良くはなりたくないというふうに思いますけど、それは自由はあるでしょう。そこはね、やっぱりこのなんていうのかな、貢献力が入ってってですね、こんな絵作ったの誰だって言って、それをしょっぴくっていうと、これはちょっと全体主義の匂いがするということで、それは私は思想信条の自由があっていいと思う。だけれども、税金使ったり公共の場で展示したりっていうものにはふさわしくないというふうに思いました。多分、多くの方々もそう思っておられるんじゃないのかなというふうに思います。で、それでね、言うならば、イギリスと日本って、 こっちが病が深いかって言ったらね、日本の方がやばくないですかだって、このエリザベス女王のね、えー、この肖像写真を外そうっていう人はね、えー、いてね、そこに、でも飾ろうとしたのも学生で、外そうとしたのも学生。まあ、それはいいですけど、外した後にね、それほら、みんなね、これ火つけるぞって言って火つけてですね、でそれを写真に撮っておいてですね、で、踏みつけてですね、これが芸術だって言ってね、大騒ぎする人は、 いないわけですよ。そんなバカなこと誰もしないわけですよね。で、それに比べて日本はね、実際にそれやってるわけですよ。で、他の作品も見てもね、天皇陛下を揶揄する作品がね、すごく多い。だからもうこれね、びっくりしましたけど、こういうね、なんていうのかな、一方的なね、政治的なプロパガンダの場にね、芸術の名のもとにおいてこれをやっていくっていうのは、私はね、おかしなことだというふうに思います。ですからね、これ、芸術、 これがね、本当に、税金とか何も関係ない。個人の自由であって、個人のね、なんか、私的な、この展示会でやってるっていう分にはね、変わり者がいますっていうだけでいいと思うんですが、それやっぱりね、ちょっと日本国民としてね、許せないものを感じました。この中にもあったけれども、先ほどね、おっしゃってましたけれども、国家元首であり、我が国最善の価値の象徴だ。我が国のですね、天皇陛下は国家元首というふうに憲法上認められてないですけれども、事実上の元首でありますし、さらに言うならばですね、 象徴ですよ。象徴天皇なんですよ。日本と日本国民の象徴。その日本と日本国民の象徴をね、燃やして踏みにじるっていうことは国民をね、踏みにじるって言ってるのと同じことじゃないですか。それに対してですね、それは擁護できるんだっていう日本のね、リベラルたちのですね、この欺瞞って一体何だったんだろうか。で、私はね、このリベラルたちがね、最後まで貫徹してほしいと思うのはですね、 だから、ムハンマドのね、えー、肖像画を燃やしたのはもあごめんなさい、ムハンマドのね、えー、あの肖像をね、こう揶揄した、えー、シャルリエブドもこれも素晴らしいと、表現の自由だと。全部やってほしい。ところが、朝日新聞なんかを見るとですね、えー、この、 シャルル・エブドについてはですね、やっぱりやりすぎじゃないかという意見もあるみたいなことでね、このイスラムの件のね、ことを研究されてる方の意見が載ってたりするわけですよ。なんでね、日本の天皇陛下のね、顔写真、象徴をね、踏みにじることはね、あの表現の自由になるのに、ムハンマドの方はですね、ならないのかと。 おかしいですよね。私は両方すべきじゃないと思う,うに思っています。人々が尊敬したり敬愛したりするものをですね、やゆすしたりですね、馬鹿にしたりっていうことは、えー、もうなるべく控えるべきだというふうに思います。それ、無用なね、あの、喧嘩、挑発行為になるというふうに思いますから、それはやめた方がよろしいというふうに思いますけれども。 だからそれも程度問題ですよ。で、どちらの方が腹立つかって言ったら私は、それはもちろん日本の、この天皇陛下の形が、何かされたことの方が腹立ちますけど。だけど、その気持ちがね、そういう気持ちが多分、それぞれの立場にあるでしょうと、その自分の大切にしてるものがですね、象徴としてるものがあったならば、それを踏みにじられたら嫌でしょうと、その思いはわかりますよ、私は。だから、そういうことはなるべくやるべきじゃないですよと思う。表現の自由って言ってもですね、 それをね、あまり徹底してやっていくと殺伐した世の中になりますよということで、少しはですね、わきまえていただきたいというふうに私は思いますね。表現の自由の名のもとに何でも許されるんだっていうことにはならないと私は思います。表現の自由にはですね、やっぱ節度っていうものがあってしかるべきではないでしょうか。まあ、それがね、私は常識だというふうに思うんですけど、 この常識がね、ただ外れてしまってる。緩んでるんじゃないもう外れてるというふうに思うのが愛知ンナーレの一件だったのではないでしょうか。で、私はね、今回のね、このもいろんな問題ありますけど、愛知ンナーレの問題っていうのはですね、これは本当に、 大きなね、歴史的なね、機能だというふうに思いますよ。こんなものをですね、表現の自由の名のもとに擁護してみんながですね、素晴らしい素晴らしいというふうにやっていてはいけない。誰かね、これ批判の声を上げなくちゃということで、まあ、保守系の、ね、方々が批判の声を上げたのは、これ立派なことだと私は思いますし、私もこれ続けていきたいというふうに思います。だってね、 天皇陛下のね、顔写真を燃やすのは表現の自由に含まれますよとか言っておきながらですね、他のですね、この表現は、これはヘイトスピーチだから良くないですとかですね、それおかしいんじゃないのと。だったら表現の自由を貫徹するっていうのは全部表現の自由に含めなくちゃおかしいでしょうとああいうふうに思うんですけど、そうなってないでしょで、それはね、まさにダブルスタンダードなんですけれども、そのダブルスタンダードを擁護した学者が、 マルクーゼという人なんですね。あの、抑圧的寛容という理論の中でですね、それについて触れてます。昔私はウィルにですね、それを載せたことがあって、まだあれ本人に載せてないんで、ちょっと載せたいと思いますけれども、本当にね、この問題っていうのは、ちょっとね、無視してはならないと。 というふうに私は考えております。ですから、このアイツオリエンナルの問題、そしてリベラルの欺瞞ですね。要するに一貫性がなくて、このダブルスタンダードを堂々とやる、この抑圧的関与。多分ね、彼らがフランクフルト学派の本なんか真面目に読んでる人は少ないと思うけど、でもやってることはね、やっぱ同じなんですよね。面白いですね。読んでなくてもやってることが似てるっていうのはね、これなんか非常に不思議な感じがしますけれども、私はこの問題については絶対に注目し続けなくちゃいけないというふうに思っています。 何度も繰り返しますけど、私はですね、その、表現の自由というものが認めないって言ってるんじゃないんですよ。常識の中でやるべきだというふうに言ってるんですね。で、まあ、これはね、JS ミルの議論よりやや補修的なんだろうと私は思いますね。ミルの自由論というのは、どんどん自由にやれというふうにね、書いてますからね。で、まあ、これについてはいずれ岩田淳大学で JS ミルの自由論を読むというのもやりたいというふうに思ってますから、えー ご期待いただけたらというふうに思います。いくつかね、やりたいのあるんですよ。いや次やろうと思ってるのは、あれもやろうと思ってます。あの、最近フェミニズムの中にですね、フェミニズムとか、とか共産党とフェミニズムはどうしてこう信用性が強いのかというものをね、あの、あまり理論的に考えたことがないという方いらっしゃるようで、な、なんなんだこいつらはというふうに思ってらっしゃるけど、実はですね、 マルクスではなく、エンゲルスの中にね、その女性の解放をね、歌った中にですね、非常にですね、この現代のフェミニズムを考える上でのですね、バイブル的存在があるんです。それについてもですね、ちょっと皆さんと一緒にですね、あの、こう、解説させていただいて、ちょっとご理解いただけたらなとか、そういった、あの、何ていうのかな、今まで政治家論もやってきました、指導者論とやってきて、で、これからもやり続けていきますけれども、指導者論とまた別にですね、この良いテキスト、 呃ね。つまりあの、読んでおくべきテキスト。これ、良いっていのは何も100%賛成だってわけじゃないですよ。でも、あ読んでおくに値する古典。 そしてですね、今でも悪影響を与え続けている本という、この悪影響を与え続けている本についても分析した方がいいだろうということで、まあ私もですね、レンリンとかいろいろ読んでますから、そういったものの中からピックアップしてですね、ちょっと皆様と共に、あるいはネ、ね、チャーフなんてのもですね、読んでますから、そういったものもですね、皆さんと共にですね、解説をしながらですね、理解を深めてまいりたいというふうに考えております。さて、今日のですね、イソップグーバはこちらです。えー 今日もそんなに長くないですよ。11番。笛を吹く漁師。笛の心得ある漁師が笛と網と思って浜に出た。岩の突端に立って、まず笛を奏でたのは、絶えなる調べに誘われて、魚がおのずから出てくると思ったのだ。 つまりどういうのか分かりませんけど、笛を、何ですかね、縦笛なのか横笛なのか分かりませんけど、笛を吹いたと。そしたらその笛を吹いて、そのなんか綺麗な音にね、誘われて魚が出てくるよ、というふうに思ってやった。ところが、いくら頑張って吹いても拉致が開かないものだから、漁師は笛を横に置き、と網を取って水に投げ入れたところ、魚がどっさりとかかった。まあそうですよね、網で,でやったんだから取れた。取れた魚を、 えー、網から磯に放り出すと、パクパクしながら跳ねるので、漁師が言うには、いまいましい魚目、俺が笛を吹いている間は踊らなかったくせに、止めた今頃踊り腐ると言って激怒したということですね。これはね、どう解釈すべきだって書いてないんですよ。このイソップの大物。どう皆さん思われますこれ。まあね、いくつか解釈できると思うんですよね。つまり、笛と網を持って出かけて、笛で吹いても魚は取れなかった。網で取ったら魚は取れた。で、ね、 増え,増えてやってほしいと思ってた踊るってのを、魚、網で取って、あげた途端に、ピクピクピク、当たり前ですけど、ピクピクピク踊ってる。けしからん、ということ。まあ一つはですね、これ解釈できるかなというふうに思うのは、えー、この、なんていうのかな。トンチンカンなことをやってですね、で、相手のせいにするっていう解釈ですね。要するに、自分がトンチンカンなことをやっていると。つまり、 笛をですね、吹いて、えー、なんか、えー、その、魚がね、取れるはずないじゃないかと。魚が取れるはずもないようなことをやっておいて、取れなかったら魚のことを恨むと。いうことで、要するに、ちょっと、トンチンカンな逆恨みをする奴が世の中にはいますよと。つまり、自分の手段が間違ってるのに、相手が間違ってると。言い張ってるというような。まあ、言うならばですね、日韓関係の韓国みたいな感じですかね。えー、というような、ああ、ことをですね。 こ、えー、こうう捉えるということいもできるかもしれないでもね、もうちょっと考え方変えてみるとどうでしょうかね。まあこれは自由ですからあくまでね。これどう解釈するか。例えばこういう解釈はどうですかね。笛とね、網っていうのをですね。笛というのをですね、これがですね、平和的戦略。網というのを実力行使というふうに捉えたらどうですかね。要するに、言葉やですね、えー、何も、この、 武力というかね、これ伴わないもので、どんなにやっても言うこと聞かない人間も、武力をですね、使うことによって、一気にですね、言うことが聞くと。 だから最初に言葉で言っといてやったのに何をやってるんだお前らはということで言葉だけではですね世の中はうまくいかないつまり笛を吹いてるだけで笛吹けど踊らずしかしですね人間にはですね銃を突きつけたら言うことを聞く人間がいるというこういうですねまあえマキャベリ的なねリアリズムと捉えることもできるのではないかなというふうに思ったんですけれども私もイソップのね研究者じゃないからわかりませんけれどもどっちですかね皆さん他に解釈ありますかこれはね自由だと思うんです私 どういういうに解釈してみてみも私としてはねやっぱりなんか自分がとんちんかなことやって恨んでるっていうそういうアホがいるっていう一つの解釈もできますけれどもあの最初はね、まあ、このなんか実力行使しないで平和的にやろうとしてたのに。 だけどやっぱり実力をしないと世の中できない時もあるという、こういうことを教えているのかなという気もいたしました。えー、皆さんどのようにお考えになるのかわかりませんけれども、ぜひ、えー、この不要不幸と漁師についてもですね、考えていただけたらというふうに思います。で、今後もですね、この番組を続けてまいりたいというふうに思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、この番組を続けていくに際して、ご支援を賜れる方は、下記の振込講座よりご支援のほどよろしくお願い申し上げます。